この前実は一緒にお店にスーツを選びに来たじゃないですか、はいはい、でその時の柴田さんの、まあ、オーダーというか、うん、好みがテカテカにしてくださいというか、そう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 、ラグジュアリーな感じが、まあ、普段の自分とこう正反対で、まあ、そういうのに変身したいからっていう理由でお願いしたんだけど、でも不安だったんですよ。俺の不潔感消せるわけねえだろってしたら、いやこれ清潔感あるでしょ、これすごい清潔感ありますよ。いいスーツをこうちゃんとプロに選んでもらってるじゃないですか。マジで 中身っていうか内面が気持ちが変わりますね本当に。このまま婚活会場に走っていきたいです柴田さんが本当にかっこいいと思う人たち、うんうん、アーティストたち、うん、自分の欲望なり、あとみっともないところだったり、ゾッとするようなことだったりを全部出しちゃえる人じゃないですかね。そういう人はすっごいかっこいいなって思うし、美しいなって。で俺らはやっぱ凡人だと思うんですよね。普通の人、狂気がない。でも凡人の僕らでももしかするとミネタとか宮本ぐらい輝けんじゃないかみたいな。俺は輝くと思うんですけど、うんうん、そういう瞬間があるから俺ロックンロールっていうそのカルチャーが大好きで、うん、そういう天才たちと一瞬でも並べるチャンスがあるみたいな。かっこよくなったとは思えてないんですけど、今の俺の方がロックンロールだとは思うっすけどね。